反対。鈴木君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。反対。起立多数よって本案に対する質疑は終局いたしました。質疑を続けるべきだ。これより討論に入ります。討論の申し出がありますのでこれを許します。佐々木健翔君。委員長。佐々木君。私は日本共産党を代表しまして中小企業金融円滑化法案に対して討論を行います。その前に一言申し上げたい。法案についての質疑はまだ始まったばかりでございます。それにもかかわらず本日参考人のご意見を聴取した直後にですね、このような形で採決を強行するという与党の一方的で強引な委員会運営に強く抗議するものであります。で、昨日は私の質問に対して亀井大臣は採決前に検査マニュアルの委員会への提示を約束されました。できるだけ全文を出したいが少なくとも概要だけでも出すと約束していたのであります。で、この検査マニュアルは法案に魂を入れるものであり各党各会派がそれに、それを見て法案への態度を決めようとしていたのでございます。本日の理事会に提出された文書は概要ではなくイメージという極めて抽象的なものでございました。で、これでは採決前の提示が果たされたとはとても言えません。また参考人質疑が終わったばかりで採決するというのもあまりにも乱暴であります。審議を深めるために参考人のご意見を伺うのでありますから意見を聞きっぱなしでですねいきなり採決というのは参考人に対してあまりにも失礼な行為と言わなければなりません。昨日は例外的に趣旨説明の直後に委員会質疑を行いました。これも異例であります。しかも今日は木曜日であり本委員会の定例日ではありません。参考人質疑、だという理由でですね、私たちは、定例外の日程もしょうがないかということで容認したわけでございます。いわばそれを逆手にとってですね、採決するということまで持っていくのは、これは言葉は悪いですけれども、騙し討ちとしか言いようがありません。今の与党民主党の強行採決は、これまで自民党が行っていた横暴な委員会運営とどこが違うんでしょうか。自民党と民主党が入れ替わっただけではありませんか。誠に残念であります。で、法案については、中小企業への融資が改善される方向は示されておりますが、それが実効性あるものになるかどうかは、検査マニュアル、監督指針、これがどうなるかによって、採用されます。法案は、いわば内容のない入れ物のようなものであります。ないよりは良いという程度のものであり、私どもとしては、法案については、あえて反対はいたしません。以上で討論とします。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員、よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。委員会報告書の作成は委員長にご一任願うことに、させていただきます。本日はこれにて散会いたします。